これと実際出てくる板の形の誤差は1ミリ以内って言ってるんですよね。やっぱり海沿いじゃないですか、小高っていう場所が、まあ、そういう場所ではすごく僕が適した場所かなってやっぱ思ってましたけどね。やっぱりこの南相馬市にはやっぱ北泉海岸っていうやっぱりサーフィンのねメッカな場所もあるし、ものすごくそのサーフィンをやる環境っていう部分は僕やっぱこの場所ってすごくいい場所だなってやっぱ思ってはいるし、やっぱりその震災後やっぱ僕年齢的にもね、自分たちの年齢が一番この地域ではまあ一番こう働き盛りっていう年代だったと思うんで、まあ、そういう部分ではやっぱり自分たちがこの地域に帰ってきて、自分たちがやっぱりこの地域のね復興っていう部分でやっぱ中心的になっていけばいいなと思って、やっぱりこの地域にもう一度戻ってきてこの地域でやりたいなってやっぱ思いましたけどね。南相馬限らずやっぱりもちろん相馬からいわきまでこのやっぱり浜通り地区をこのもう一度ねその海っていう場所をやっぱ観光資源としてやっぱり活用していきたいなっていうのは、この南相馬市だけじゃなくて僕はやっぱり、まあ、福島県サーフィン連盟のね一応まあ代表でもありますから、そういう部分ではやっぱこの浜通り地区の海沿いのやっぱ地域全体をねやっぱこう見つめて、やっぱこの場所だけじゃなくてみんなが良くなっていくようなそういうふうな活動をやっぱしていきたいなと思ってますけどね。震災後2016年からサーフィンのねイベントっていう形のものを、まあ、いくつか開くようになって、もちろん2016年の頃っていうのは県内の人たちが集まってもう一度この地域を盛り上げていこうよっていうことをね、サーフィンを通してですけどね始めたんですけどね、そこからやっぱり徐々に県外に広めていって、県外の人たちを集めてやっぱりそういうイベントをやるようになってですね、今じゃ本当に全国からまた集まってくるような場所にはなってきてくれたんで、はい、まあもちろん確かにあります、それは。はい、それはまあ関東ぐらいまでですと結構今だいぶこう認知されて、だいぶ福島県っていうのもいい場所だねって安全だねっていうふうにはやっぱり感じてもらってる部分もあるんですけど、まあその反面やっぱりもっと南の方に行けばまだまだちょっとその風評という部分がやっぱり、ね、強くてですね、なかなかやっぱりそっちの人たちが気軽にこの場所に来るっていうことがちょっとなかなかないでもするんですけどね。はい、2021年まあ、いわきでまず7月の9、10、11と日本サーフィン連盟っていうその組織がですね主催で行う、まあ、500人以上の大会をですねまず誘致できたっていう部分と、あと8月にはこの南相馬市で全国大会をね誘致できたっていう部分もありましてですね、やっぱり本当に全国からいっぱい選手が集まってくるってことなんで、まあ、今回こういろいろコロナのまあこともありますけども、まあ一応そういう部分も結構厳しいガイドラインがありますから、まあ、そういう部分をクリアした人たちがこの地域に集まってくるんで、はい、うん、増えてきましたよね。やっぱりこの南相馬市に興味がある、南相馬市にもっともっと足を運びたいっていう人はどんどん増えてきてますからね。そういう部分でやっぱり僕たちのこの地域だけのコミュニティじゃなくて、もっと県内ですけども県外からももっともっとここに関わりたいなっていう人は徐々に増えてますからね、やっぱそれは。はい、もちろんそうですね、最終的にはやっぱりそういう方向にね持っていければ、まあ、僕たちがやっぱりこういうふうなねちっちゃな活動ですけどやってることがやっぱ報われたんだなって、こんだけ若い子がこの場所に来てくれて、この場所に住んでくれたなっていう人たちがね増えてくれれば、もちろんそれはやっぱりやってよかったっていうやっぱり感じになりますけどね。はい、じゃあ手応えって言って 100% にねした時にどんくらいあるかっていうと、まあまだ半分まではないと思います。でも 10% ではないと思う、そういう割合じゃない。でも3割とかやっぱり4割とか、やっぱそれぐらいの僕手応えは今ありますよね。はい、やっぱ大きなね
そういう主催大会、そのもともと大きな組織が主催で行う大会をこの福島県に持ってこれた、持ってきてこれたっていうことはやっぱものすごく大きな成果ですよね。やっぱそういう部分でものすごく認知度が上がって、この地域が本当にいいんだねって、この地域に足を運んでくれる人たちが本当に増えるってことなんで、それは僕はものすごくプラスになってるんじゃないかなって思いますけどね。はい、もし叶うんであれば、今回オリンピック、東京オリンピックやりますけど、その中でやっぱ例えば僕らサーフィンに携わってるんで、サーフィンが競技種目になって、その中でやっぱりサーフィンの選手が日本から出てくる選手はやっぱりいますから、その選手はやっぱりその世界戦に出て、その世界戦でやっぱ勝ち進んで、その世界戦で成績を残して、やっぱりオリンピックの代表になったわけですよね。できればこの福島県でそういう世界選手権とかをもし誘致できてればなって、それはやっぱ最高な名誉でもあるし、やっぱこの地域が本当にいい場所なんだねっていうふうにやっぱこう認知されると僕は思ってるんで、やっぱそこまでもし行けたら最高ですけどね。はい、この店は、開いてから3年になるんですけど、もともとはその駅前キッチンカーの方でやってました。で、その時は小高が避難解除直後で、まだ何ほとんどお店が再開してない中で、自分たちも何かできることがないかなっていうふうに始めたのがきっかけなんですけど、やっぱこの小高の地域ってまだまだ人口が3000人ちょっとぐらいで、正直言うと全然人が戻ってきてない状況なんですね。そういった中でやっぱりその地域をまた活性化させていこうって人もやっぱり今のままだとなかなか少ないので、こうしたお店を始めてるってことで、何か地域になんか初めて来てもらうきっかけができたりとか、こういうことをやってるんだったら自分たちもなんか一緒にできることないかなっていうふうに関わってくれて、で小高にこう関わってくれる人が増えるといいなって思って続けてるのが理由ですね。こっちがメインのなんですかね、コーヒースタンド的なスペースになってるんですけど、あっち側は少しこうワークスペース的になっていまして、で、どっちかっていうとこうなんか自分で自習したりとか、地元の人はパソコン教室を毎週やってるんですけど、そうやって地元の人がそうやってパソコンを勉強しに来るっていう場所に使ってもらったりとか、あと小中学生が宿題しに来るっていうような場所として使ってますね。僕ら の, 一番大事なことは、この場所で本当にいろんな属性の人がなるべくすれ違うというか関わってもらうことが重要だと思ってて、若者は若者でとか高齢者は高齢者で固まっちゃって、意外とこのコミュニティって全然こう橋渡しがないんですよね。なんで例えば若い人が農業やりたいって思ってても、農業やってるおじいちゃんおばあちゃんたちと全然関われないとか、そういうことが起きるので、そういったハブになれればいいなと思ってて、このコーヒースタンドやってるので、そこは意識してやってますね。やっぱその小高一度ゼロになってしまった地域っていうのって、やっぱ地元の方からするとどうしてもこうちょっとネガティブに思う部分もあると思うんですけど、逆になんか外から来る人とか若い人たちっていう風な人たちがまたなんか自分たちで一からいい街作っていこうとか住みたい場所作っていこうよっていうのにはものすごくいい場所だと僕は思ってるんですね。でやっぱりその余白がたくさんある分いろんなチャレンジができるし、やっぱ地元の人が僕すごい嬉しいなって思うのは、やっぱ地元の人も戻ってこないのになんかわざわざ来てくれるなんてってすごい感謝されるんですけど、やっぱそうやってその地元の人たちもよそから来てくれる人を応援してくれる環境っていうのがある意味できているので、そこがすごく若い人たちとかその地域の外から来た人たちで、この地元でもう一回自分のやりたいことを見つけ直したい人たちっていうのにとってすごくいい環境だと思っているので、そこが面白くている感じですかね。はい。